参院選の投開票日は10日ですけれども、僕は今日一足先に期日前投票に行ってきました。選挙区は栃木なので、まあ、それはあの自民党の上野美智子さんに一票入れたんですけども、迷ったのは比例ですよ。迷いに迷って最終的に2択にしたんですが、それが国民民主党と NHK 党です。これまでの動画でも言っているように、国民民主党にはもうちょっと議席を伸ばしてほしいなと思っているんですよね。そして NHK 党なんですが、これはやっぱりその色物として見ている方が多いんじゃないかと思います。その手法については賛否両論、まあピの方がね、だいぶ多いんじゃないかなという気もしますね。もっと NHK 問題に注力するべきじゃないかなんていうコメントも見るんですけど、まあ、結構やってる面もあるんですよね。コールセンターで NHK に関する相談を受けて、まあ、それをそのね、各地の協力者だったりとか、まあ、地方議員がですね、手分けして解決していくと。さらに NHK との裁判を引き受けるなんていうこともやっていますからね。最終的に目指す方向性としてはスクランブル化だとしても、今の勢力ではできません。なので段階的にということですよ。昨日生放送やったんですが、ゲストに立花党首が来てくれたんですよね。で、まあ、その放送でいろいろ話を聞いた結果、僕はね、 NHK 党に1票入れることにしました。具体的には山本太郎さんに1票です。え、山本太郎ってね、まあ、驚かれる方多いと思うんですが、じゃない方の山本太郎というか、その令和新選組じゃなくて NHK 党の比例から出ている山本太郎さんの方です。これもね、手法としては邪道中の邪道だと思いますよ。ただ、まあ、なんでそうなったのかっていうのは、まあ、ちょっと昨日の生放送を見ていただきたいですね。最近のテレビインタビューだったりとか、まあ、各種取材で答えているように、 NHK 党ってかなり現実路線を取っているんですよ。防衛費 2% は当然だという立場ですし、9条なんかでは国を守れませんと。まあ、それはもう当然なんですけどね。で、国民民主党と NHK 党を比較した場合、国民民主党はまあね、数議席は取れるわけですよ。ただ NHK 党に関してはわからない。なんとか1議席 2% というのを考えると、まあその1票が行きやすいのが NHK 党なのかなと思います。昨日の生放送は、まあ、日本の選挙制度を知る上でも結構勉強になったなと思います。選挙候補の枠の話とかね、そして滅びかけの社民党に関しては、もうあれ結構老舗なのに全然分かってねえなというのがすごい面白かった。ちょっと映像でもご覧いただきましょうか。で、テレビ局も3年前はなかったんですよ、はい、テレビ東京の各党首インタビューになるんですよね、うん、だからそれは僕のだけまたブワー回ってるんですよ、うん、ニコ生もそうですよ、党首のあるとか。だから、あ、そうだそうだ、その9党の党首の中で僕のだけがやたら回るという。そうですね、昨日の夜そのテレ東の WBS で、はい、あの各党の党首のインタビュー、ちょうど僕 WBS 見てたんですけど、はい、あれめちゃくちゃ編集面白くて、その立花さんの前に社民党の福島党首がインタビュー答えてたんですよ、はいはい、本当に新自由主義はいけないんですって言ってる、はい、その直後にあれね、大体パス来るから、はい、あれ順番だと最高なんですよ。そうだから、その直後に立花さんが新自由主義が大事なんですっていうのを言ってて、このなんか楽さというか、そうそう、だからもう憲法を守る、もう五権、もうなんか果てしなく五権とかって言って、僕は憲法90で国民守れませんよっていつもそこでいつもその形でいけるから、もう福島さんがって顔してるっていう、あれはちょっとね、前振りが最高のなんかいいパスっていうかね、すごいお膳立てしますよね、うん、社民党。もう本当そういう意味じゃありがたいですよね。それで今回消滅しそうですからね、うん、そうですね、まあもう 100%99% 間違いないでしょ。だから議席が取れるのが 1.8 なんで、うん、2% 超えないといけないんで、もう社民党は 2% はもう絶対無理なんで、うん、となるとやっぱ要件としてはもう満たせないので。そうですね、だから次の衆議院はもう無理ですね。はあ、はい、いや、ついにインドを渡してしまったなという感じですかね。そうですね、まあ、それはね、こんなに世の中、まあ、ウクライナの侵攻もあって、うん、まあ、世の中やっぱりちゃんとね、そんな憲法じゃ守れないっていうのを私は分かったので、はい、まあ、そういう意味じゃもう、まあ、むしろそら、もう別に立憲民主党と令和新選組と共産党の4つはひっついていいんちゃうのと思うんだけど、あの4つは何が違うんだろう。本当ですね、立憲共産党とかにして全部一緒にやっちゃえば、まあ、立憲はなんか、でも泉さんはやたらめっちゃ怒ってましたよ、うん、党首討論の時に、なんか共産党と組んで、はい、なんとかっつって、女性の記者が質問したら、うん、何言ってんすか、あ、違いますよとか言って急にプロレスラーめっちゃ食ってかかってた誰がそんなこと言ったんですかって、私が、いやいや、だからそんなこと言ってないですよって、いやいや、私が思ってるとかってあれですよね、この NHK 党っていうのは国会の形を変えるんじゃないかっていう、もちろんもちろん気もするんですけど、だから今このね、コロナ禍でリモートもだいぶ広がりましたけど、うん、そういう、まあ、リモートを通じて
国会もやっていく方針自体もロバイからリモートでやればいいと思いますよ、うん、全然それはもう全く問題ないですよね、うん、リモートしてない方が問題ないでしょ、うん、むしろね。だからそういうまあ手法を含めてなんかまさに革命的だなというふうに思うんですけど、うん、だからまずその制度を理解する上で僕さっきすごい笑ったのがこの選挙候補の枠の問題なんですよね。ああこれこれ、ね、社民党全然分かってねえっていう。これ本当ね、うちはこれねでかいでしょ、はい、でこの人ポロッといくと、はい、参政党さんなんですよ、はい、カズヤさんが大好きだった、いやいや大好きだった過去形ね参政党さんこぼっとくるんですよ、はい、で我らが大好きね、僕は大好きな桜井誠さんがこう出てますけどこの2頭と大きさ2つ足して一緒なんですよ。これ倍ありますもんね。倍なんですよ、これは、はい、でなぜか後ろを見ると社民党は立憲民主党の3分の1しかないですよね。これしかないですよ。全然目立たないですね。目立たない。これもう立憲民主党の候補者かと間違えられるようなレイアウトがこれレイアウトかわいそうでしょ。しかも8人しか候補者出してないから、はい、あと1人出したらこうなるのに。なるほど。なんで考えないのかな。これだから9人出すと2枠になる。そう、9人出すと2枠になって、うん、NHK の17分間の政見放送も、はい、9人出すと17分 ×4本。4本でも8人だと17分 ×2本なんですよ。はあ。全く見てないんですよ。だからいやこれ目から鱗です。いやそれで令和新選組さんは僕の YouTube よくご覧になってるようで、はい、最後に9人滑り込ましてきた。これで2枠もう令和さんはもう山本太郎作戦を取られたからちょっとでも NHK 党のなんかっていうのを見てるんですよね。最後9人掘り込んできましたもんね。いやさすが、うん、令和さんはそういう意味で見てるんですね。見てる。うちの戦略は令和さんはちゃんと見てる。まあ、支持者が教えてくるんでしょうね。いやこれは非常に面白いなと思いましたし、うん、やっぱこういうところがもう社民党なんですよね。いや社民党クオリティだわな、うん、これなぜここに8人なんだ。あと600万をケチったせいで。そう600万出したら広告倍もだって NHK の政見放送17分 ×2 って、はい、普通に考えたらもう億単位、うんうん、17分の NHK の枠って、はい、おそらく1億2億なんですよ、うん、なんで600万円出せないのかな。誰も言わないのかって話だ。見ろよと。それはだから、まあ、議員もそうだしスタッフ含めて誰も気づいていなかったのか。気づかないんでしょうね。それかもう600万捻出するほどのパワーが全くなかったのかっていう。いやでもまあね、うん、いやだからあの選挙の参謀っていかに大事かっていうのはこれすごい思いますよね。大事ですね。大事だと思います。はい、だから橘さんの場合もほぼこれ一人で。あもう全部僕全部一人です。それもうこういうのも全部僕が考えてます。すごい執念ですよね。考えてるかもちろんあのデザイナーには任せますよ、はい、だこんな感じその戦略というか、はい、もう全部あのずっと頭の中それを考えてるんで。だから今回もガーシーで攻めようっていうのもそうなわけですよね。そうです。もちろんねだからガーシーは飛び道具ですよね、はい、こっち側は馬ですよね。どっちかだったら、うん馬と刀の方ですよね、はい、ガーシーの方はだからもうまさに鉄砲ですし、うん、だまだその刀と馬と鉄砲の両方がいるハイブリッドでいかなきゃいけない時代なんで、うん、ガーシーはもう完全にこれはいいもん見つけたなと。いやこれ逆にそのガーシーさんがいなかったらどうなってたんでしょうね。ガーシーがいなければ今回はステイですね。お金使わない。はあとまだ3年あるんで、はい、あなるほど政党要件まだうちはまだ3年あるんで、うん、だからガーシー堀江門がダメになったんで、うん、ちょっといろんな理由で、ね、出馬ができなくなったっていう、そうそう、はい、別に流れるわけじゃないんだけど、うん、で堀江門がどうしてもってなったんで、うん、ガーシーがなければ完全にステイです、うん、金儲けするだけです。金儲かるんですよこれ実は参議院選挙って。それ言っちゃうのがすごいですよね。いや朝日新聞に選挙は金儲けって書かれて、はい、2時間ぐらい喋ったのにで誤解されるように有料記事でなんかいろいろ弁解してくれてるんですけど、はい、タイトルが朝日新聞やるね。いや悪い新聞ですね。いやいやもう最高やなと思いながら選挙は金儲けとか言って、でも朝日新聞見る人うち入れてくれないから。まあ確かに、うん、いやあれはあれでええわと思いながら。層が微妙に違いますからね。うん、だから僕もあんまり毎日とか朝日新聞って気にしなかったです、うん、東京新聞でもよく分かりましたね。あそこに嫌われてもどうせあれの新聞読んでる人入れてくれないんで、うん、むしろそこは嫌われてもいいやと。まあそこが嫌うということは真っ当だと思ってる、はい、なるほど。手法的にこれまでの政治家たちがやってこなかったものなので、それやっぱり賛否両論あると思うんですよ。なぜ今回ガーシーを前面に出しているのかとか、まあ、だから僕もね今回その NHK 党に投票して見損なったよっていう方いるかもしれないですね。それ含めて昨日の生放送を見ていただければ、まあ、ちょっとわかると思います。
これ昨日の生放送でもちょっと言ったんですけど、あの NHK 党の今の幹事長の黒川さんというのもね、相当な人物ですよね。相当な人物っていうのはなんかこう陰謀論的にかなり決めちゃってるというかさ、その黒川さんが主体となって参政党に、まあ、ちょっと前になんか公開質問状を出してるんですけど、あの内容を見てもね、まるで意味がわからんぞっていう感じですよ。ということで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。